ません、遅れちゃって。すいません。おはようございます。おはようございます。あ、小木君、勤務初日、大丈夫だった？はい、大丈夫でした。わかりました。よかったよかった。はい。あ、じゃあ早速なんだけど、遅番からの引き継ぎで、あ、もう時間なので、はい、コンパクトめにお願いできるかな。コンパクトに。はい。はい、わかりました。ありがとう。お願いします。はい。はい、コピー機に保険証の忘れ物がありました。お客様が取りに来ると思うので、取りに来た際は対応お願いします。お願いします。はい、お願いします。背筋のチェックができていません。背筋のチェックをお願いします。お願いします。はい、お願いします。トイレの清掃ができていません。トイレの清掃をお願いします。お願いします。お願いします。コーヒーマシンの清掃ができていません。コーヒーマシンの清掃をお願いします。お願いします。お願いします。フライヤーの清掃ができていません。フライヤーの清掃をお願いします。お願いします。他の清掃もできていません。他の清掃もお願いします。お願いします。逆に何してたの？発注できていません。発注お願いします。お願いします。初日にサボったってこと？品出しできていません。品出しお願いします。お願いします。本当に何してたの？諸事情でお店のガラスが全部割れています。掃除お願いします。本当に何してたの？諸事情で人が倒れています。え？通報お願いします。だから本当に何してたんだって。ちょっと燃えてます。消火お願いします。マジで何してたんだよ。全部のテレビ局から取材が来ます。対応お願いします。ちょっと燃えてたぞ。ちょっと待って、お前マジでずっと何してたんだよ。説明が足りない。コンパクトにと言われたので。コンパクトすぎる。君は全部引き継ぎなさい。全部ですか？全部。やったことを。やったこと全部。はい、わかりました。早く。はい、すいません。まずお店についてタイムカードを切りました。そういうのはいい。タイムカードを切った後、休憩室で5時間仮眠を取りました。サボってるけど、もうそういうのもいいの。時間が足りなくなってしまったので、はい、彼を雇いました。雇われました。やっぱ君いなかったよね。怖いから言い出せなかったけどさ。素性がわからないので確認お願いします。怖すぎるって。お願いします。お願いしますじゃないです。怖いから帰ってください。髪が長かったので切りました。これで、やっぱり帰ってください。大木のも手伝え。コンビニ強盗が来ました。解決済みです。コンビニ強盗が追加で10人武器を持ってきました。解決済みです、どうやって。全員倒しました。お前、お前、レジ袋は。かしこまりました。ではレジ袋第3円で合計971円です。ちょうどお預かりいたします。足元を気をつけくださいませ。ありがとうございました。お前